足踏み健康ライフを使って血流量の変化を測定してみたということで、この簡単に足踏み運動ができる足踏み健康ライフ、使っている時、何もせず座っている時の血流量の変化を見るという、今回はそういった企画なんですけれども、なぜこういうことをするのか、まずはお話を、本村社長よろしくお願いします。今回なんで血流量の測定するんですか？はい、この足踏みっていうのはですね、負荷がかからないですから、簡単に足が動くんですけれども、これって何の意味があるの？確かに効果ないでしょってよく言われるんですね。でも負荷がないのが最大のメリットなんですけれども。負荷がなくていいんですか？はい、負荷がない動きのメリットは、要は筋肉が動くので、血流スピード、血流量が変わると、じっとしている時と動かした時では体の中で血液の流れが変化するんですね。それを自社調べにはなりますけども、数字で示してみたいなと思って今日は測りに来ました。なるほど。そしてご用意いただいたのがこちらの機械なんですけれども、これはドップラーと言いまして、血流スピードを測る機械です。私もともと冷え性なんですけど、感覚がないというか、なんかやっぱり血がいってないなっていう感じはしますね。このドップラーで見る数値はここ、左側がおでこの血流量、右側が足の血流量です。足の血流量は1を切っていますが、これが果たしてどう変わるんでしょうか。足を動かしてみたいと思います。これぐらいがめちゃくちゃ今自然な感じですね。ナチュラルに踏み込んでいるので、あんまりこう自分で考えなくても足が勝手に動くような感じで今動かしているんですが、どうでしょう社長、動いてますか数値？はい、今足はですね、さっき1だったんですね、それが12まで増えてます。ほうほうほう。ですから約12倍。15秒20秒経ちますと足の血流量は13倍になってます、というような感じの動作をですねとお願いしたいんですけども、はい、という感じで座って足踏みしている時よりも体重っていう圧がかかった分ちょっと上がった感じがしますけれども、座っていただいてですね、でこれでまたじーっとしておいていただくと、足の血流は一気にしばらく時間が経つと落ちて元に戻っていきます。座って1分、12を超えていた血流量は再び1へと元通り。でもやっぱり普通に考えると歩いてる時間よりもこうやって座ってる時間の方がどうしても多いので、この体勢の時が絶対多いわけじゃないですか。そうですね。となるとこういう数値の時が基本的には多いってことですよね。続いては50代の男性で測定します。座っている時の足の血流量は先ほどと同じで1を切っています。早速足踏み健康ライフで足踏み運動を行います。1分後、血流量は13、14倍と大きく変化しました。足踏みをすることで足の血流量はこれだけ変わるということが分かりました。ちなみに立って足踏みをした場合も同じ結果となりました。ちなみにデスクワークをしながら足踏み健康ライフを使うと、頭の血流が増えることによって頭が冴えていいひらめきが起こるかも。仕事がはかどること間違いなしです。今回の調査結果、足踏み健康ライフを使った足踏み運動はただ座っているだけの時より血流量が10倍以上も増える。デスクワークをしながら使うと血流量が増えて頭が冴えます。もちろん負荷もかからないから歩くよりも楽で効率もいい。座りっぱなしの方、腰痛で悩む方、高齢者にもぴったりの器具でした。今回はこの足踏み健康ライフを使って血流量を測定しました。体調にお悩みのある方、そして足腰に不安のある方、
足踏み健康ライフ一度使ってみてください。